駅正面エントランスホールエントランスホールの天井プラットフォームトレイニシェットフランサ駅はバルセロナの主要な鉄道駅の一つ。フランサ駅はバルセロナで中距離列車及び長距離列車においてバルセロナ3通駅に次いで2番目に列車の発着の多い駅である。しかし、この状況は高速列車アベニューの3通、駅乗り入れ及び 建設中のサグレラ駅の完成により変わるかもしれない。駅名が示すように、フランスに向けて出発する列車の駅として1848年に開業した。また北東カタルーニャやコスタブラバへの列車の駅としても使用されている。1929年に開かれたバルセロナ、万国博覧会に合わせ建て替えが行われ、駅を構成する2つの巨大な建屋が、 建築家のペドロ・ムグルサによって設計され、国王アルフォンソ13世によって落成式が行われた。フランサ駅は市内で最も美しいターミナル駅と言われている。歴史的な様式と近代的な様式が融合した落ち着いた建物はそれ、自体に見る価値があり、さらに大理石、聖堂、水晶及びモデルニスモとアールデコのモチーフによる装飾で、 仕上げられている。駅は曲線部にあるため、それに合わせてトレインシェッドも湾曲している。寸法は高さ29メートル、長さ195メートルである。ここ30年間、バルセロナの中心駅の座は、地下駅でアルサンツ駅に奪われている。バルセロナの他の駅はすべて、少なくとも一部地下であり、フランサ駅は唯一の例外である。 元々の駅舎の一部は、現在、フランサビルとして、ポンペウ・ファブラ大学によって利用されている。駅は12007面を有し、多くのレーンフェの列車が発着する。また、人気の夜行列車トレンオテル、フランス、スイス、イタリア行などの国際列車の発着駅でもある。駅は、市内東部のドックと動物園の間に位置する。直接連絡する。 地下鉄駅は存在しないが、容易にアクセス可能である。バルセロナ中心部からは、R10 線で直接、地下鉄4号線のバルセロネータ駅から徒歩5分である。ユニバーシティキャンパス・ユニベルシテーツ・ポンペウ・ファブラ、アーカイブド2007年10月16日、アット・ザ・ウェーバック・マシン。ありがとうございます。